市立船橋高校が J リーグ王者横浜 F マリノスを PK 戦にまで追い詰める波乱が起こりました。天皇杯3回戦で実現したこのカード、試合開始から6分間で2得点を奪った F マリノスが早々に決着をつけたかに思われました。しかし後半に市立船橋が高校生王者の意地を見せます。後半20分、セットプレーでゴール前に放り込まれたボールを F マリノスゴールキーパーがキャッチミスしたところに増島達也が詰めて1点を返します。さらに後半39分、カレン・ロバートが中盤からドリブルで駆け上がり F マリノスのディフェンダーを突破、クロスを受けたフォワードがゴールを奪い試合を振り出しに戻します。同点に追いつき勢いに乗る市立船橋でしたが、後半終了間際に増島達也がシミュレーションの反則でこの日2枚目のイエローカードを受け退場に。1人少なくなった市立船橋は V ゴール方式の延長戦を必死に守り抜き PK 戦に持ち込みます。 PK 戦では F マリノスが4対1で市立船橋を下しましたが、この激闘は天皇杯を語る上で欠かせない試合となりました。